アイランドシャングリラ・香港は、シャングリラ・ホテルズリゾーツが運営する5つ、母子ホテル。香港のアドミラリティエリアに位置し、チムサーチョイイーストのモーデロードにあるカオルーン・シャングリラ、香港の姉妹ホテル1991年3月1日にオープンし、ビジネストラベラーによって3連連続、香港のベストビジネスホテルに選ばれている。アイランドシャングリラ・香港は、オフィスタワーやホテル、 ショッピングセンターが入った複合施設パシフィックプレイスの開発第2段階にあたる1991年3月1日にオープンした。前3段階の展開における第2段階にあたり、第1段階は1988年に、最後の第3段階は2004年にオープンしている。565の客室のうち、 34室がスイートでパシフィックプレイス内で最も高いタワーの上半分を占めている。ホテル内には8つのレストラン、ビジネスセンター、24時間オープンのヘルスクラブ、広さ645平方メートルのボールルーム、7つのファンクションルームがあるほか、専用リムジンも用意されている。タワーの仮想会にはトゥーパシフィックプレイスとして知られるオフィススペースがある。 パシフィックプレイスには他に JW マリオットホテル香港とコンラット香港の2つのラグジュアリーホテルがある。また、1979年に開通した香港 MTR のシュ駅に直結しており、香港の中心業務地区の東にあるシュに一致している。前の取締役副社長のウルフガング・クルーガーによると、この立地の良さがビジネス客に人気の理由になっている。 アイランドシャングリラ香港のビジネスアメニティには Wi-Fi が利用可能な車での空港への送迎サービスが含まれている。ホテルロビー内装デザインを手掛けたのはで、アトリウムには16階吹き抜けのシルク壁画があり、偉大なる母国、中国と名付けられた。この作品は中国のシルク壁画の中で屋内に展示されるものとしては最も大きなものだ。 北京在住の40人の画家によって制作されたもので41階から56階までのガラス張りのエレベーターから見ることができる。また、771のウィーン風シャンデリアが飾られ、カーペットはタイピン車製で、同社のカーペットは中国とネパールの工場で手織りされている。ホテルのそばには8万平方メートルの広さを誇る香港公園があり、 朝にジョギングを楽しめるところが観光客に人気なのだと前の取締役副社長のウルフガング・クルーガンは述べている。壁画、偉大なる母国、中国250枚のパネルからなり、40人の画家が6ヶ月かけて制作した偉大なる母国、中国がホテルのアートコレクションの中核を成している。さらに900を超える芸術品を所有し、アートフェアや オークションも開催されている。ホテル内のボールルームで、ボナムズなどによるアジアのコンテンポラリーアートに焦点を当てたオークションが開かれるのに加え、アート系企業家のドンマ・ヤング・キムによるバンクアートフェアの会場にも選ばれたことがあり、2013年5月23から26日に開催されたアートバーゼル、香港の一環として、41階と42階に、韓国の新進アーティスト100人の ホテル内には479平方フィートのスタンダードルームが531室、880平方フィートのエグゼクティブスイートが17室、944平方フィートのハーバービュースイートが14室、さらに2253平方フィートのプレジデンシャルスイートが1室ある。各室に床から天井まである大きな窓があり、 ビクトリアハーバーもしくはビクトリアパークを眺めることができる。室内にはホテルのオリジナルブランドの香りが漂い、この香水は販売もされている。ホテル内には8つのレストランがある。高級レストランにはミシュラン2つ星の関東料理、レストランサマーパレスや、かつてミシュランガイドの1つ星を獲得したことがある。フレンチレストランのレストランペトルスがあり。 両店とも2009年のミシュランガイド香港マカオ版で高い評価を受けた。カフェトゥーレストランパトルースホテル内のプールスプリームコートロードからのエントランス8階のヘルスクラブではヨガやピーラティス、サーキットトレーニングのクラスを受講できる。また、キャビアクリスタルスージングをはじめとするマッサージのメニューもあり、ほほば、アーモンド、ペパーミント、ローズマリーなどのオイルを使った。 ヨーロッパ風の手術が受けられる。クラブ内には、女性専用が2室、カップル用が2室、男性専用が1室の、稽古室のトリートメントルームが用意されている。カナダの新聞、ザ・ナショナルポスト紙は、アイランドシャングリラ香港のロビーを、樹齢130年のベンガルボ大樹に支えられたバーがあり、通常には、オーストリア製のクリスタルシャンデリアがいくつも、 輝いているという何とも目を見張る光景と評した。経済的な緊張感に満ちた香港には地球上で最上級と言えるホテルがいくつかある。このシャングリラホテルはすべてのポイントを抑え、ラグジュアリーな設備と完璧なサービスの両方を兼ね備えている。Yahoo USA のフレディ・シャーマンによる2013年、初めのレポート。ありがとうございます。